やハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジアジョギニハマです。はい、現在4月14日金曜日の午後7時33分になりました。はい、今ですねスロースタート1話見終えまして、まあ、あらすじ感想を書き終えアップロードも終えましたんで、2話ですね Gアニメストアで見ていこうと思います。はい、なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。また広告入ってきますんで、できれば一回見ていただいた後に、私のですねリアクション、どこでどんなことをしてるのか確認していただければと思います。お願いいたします。いきます。3、2、1、スタート。これ2018年の冬アニメなんですね。5年前なんですね。やっぱ病気なんかな、花は。これどこでバラすんかいの。やっぱ中学浪人は何か危機になりそうだもんね。さあ、ちょっとキャラクター表見とこう。ネタバレないかな。キャラクター。あ、1年前。おたふくか。ああ、治らへんのね、確か。まさかのことふくか。
ここサムネイルや。あ、それで誰も知らん人が。スロースタートでもありリスタートでもあったのね、これ。ええんやで。重箱。栄養剤なポコポコポコ多いぜ。料理うまいんやね、玉手は。ごっつハートだけやんけ。ふえ。おお。スープ。もう閉じる。どっちもあかんやないか。
なまらてれますな、北海道人。エリンギ。ハートはやめてと。キララやわ。あ、運動のハーフは、ハーフで、ハーハー。ここでサブタイトルできた。あの、あるあるで謙虚なだけで実はすごいんじゃない？おー、まさに川島サファイアやな。なるほど。まあでも1年、一月はね、1年と1ヶ月だもんな。いいサイズだな。綺麗に顔面からいったな。エコーいいね。7メートルなんか。砲丸投げん。
おお、走り方があられちゃん。あ、これがアマネか。アマネやね、シュウじゃなくてアマネやね。藤宮アマネと一緒やね、あの乙女の天様の。いいスライディングや。握力か。8とかじゃん。あ、26か。結構あるやん。うん。お、筋肉痛？足つった。シップは？小村帰りね。関西では小村帰りやったかな。縁やで。まずい。先生、背高いな。あ、自分はチョコミントは苦手です。ミントが苦手です。お、そういえばって感じだな。そっか、まだ午後もあるのか。ああ、そうやね。なんか、おう、うん、田中飛鳥ですわ。裸一貫。
あれ、なんでこうなった？辛辣。お茶を運ぶからくり人形。ハートがバレてる。センスあるな。あ、終わった。センスあるな。あ、篠田みなみさんいるね。篠田みなみさん、何だったっけか、あれか、フライングウィッチの小畑誠だったかな。あ、シーパートなさそうやな。三月のパンタシア。うお、めっちゃキャラめっちゃ多いな。こんないっぱいいる？めっちゃいるやん、キャラめっちゃいるぞ。こんなにキャラ多いの？次回予告はないかな。あ、また見てくださいね。23分45秒ね、 OK。 はい、ということでね、まあ、今回はまだ弁当の話で、弁当の前にあれか、そのまあ、そのなんで中学浪人をしたかという理由が分かったけど、おたふく風邪やったね。タイミング悪いね。自分はおたふくはもうあの記憶ないぐらいの小さい時にかかってるんで、まあ助かってますけどもね。水疱瘡もそうかな。確か人生で1回しかかからへんのね、あれって。それが受験の前日にやったかで浪人してしまったってことか。そっか、ちょっと一番の時勘違いしました。うん、まあシンプルに受験受けれへんくて1年をまあ無駄にしたけども、まああのお母さんがそれであれか、誰もその知らん人が、知る自分を知ってる人はいいひんところに生かすということで、しおんちゃんの家に住みなさいと送り出したってことやね。なるほどでした。まあどこまでね行ったか知らんけど、まあ県外ぐらいじゃあかんか。まあそのエリア外、ここじゃ近畿からね外出るぐらいな勢いじゃないと多分知り合ってもかもしれませんもんね。そういうことやったのね。でまあその みんなはもちろんその間1ヶ月しかないと思ってるから、なんでこんな体力ないねんと思ってしまうしね。だこれを果たしてこう、花がこう隠しながらずっと行くのか、それともどっかのタイミングでこうね、バラすのか、
それともこの隠し通したまま卒業してほんまに一生隠し通すのか、ちょっとまあ分からへんだけにね、まあそこが果たしてどういう風になってくるのか、まあ肝になってくるんかな、どうなんやろな、まあ分かりませんけどもね。まあとにかくゆるいですな。ゆるいです。何弁当のくだり良かったですよね。ハートマークだらけで、これはもしかしてっていうところからのお付き合いできませんって謝ってから、最後にハートを割れさせたっていうところで、京塚シオン、なかなかなセンスの持ち主やなと。今のところちょっとシオンお気に入りかもしれません。まあなんやろね、あのセンス欲しいですね。で、まああとは特に気になるところはないかね。最後握力だけがまとめたっていうのもね、良かったけども、なんかもっと弱いんかと思いましたけどね。はい、まあ、まあということでね、スロースタートの2話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。ここからは僕の自己紹介タイムです。興味のない方はここで切ってください。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやっております。普段やればできる、諦めない、これを伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスしてますけども、現在はコロナの影響により約3年2ヶ月にわたって、仕事がほとんどありません。3月3日までには48連休を経験しております。で、10月以降はインボイス制度というのがスタートするんで、収入の有無に関わらず1割を国に納めないといけないというね、もう危機的状況しか続いてません。まあそんな中でね、一応アニメのリアクションを毎日一生懸命やってるつもりですけども、昨年の4月25日に一度だけ、メンタルが粉々になりましてね、リタイア宣言しましたけども、まあそれでもね、応援してくださる方々の声が多かったもんで、一日も休むことなく今日まで一日も休んでません。続けてですね、1114回やってます。もう3年以上ですね。ただですね、おととしの、8月18日から2020年の4月頭にかけての約1年5ヶ月分、推定2000本以上のリアクションの動画は自らの手で削除させられております。まあ、そんな地獄を、乗り越えてやってるんですけども、13年以上使ってるこのパフォーマーとしてスタートしたチャンネルでアニメのリアクションスタートしてしまったので、昨年の9月の14日に新たに本職のチャンネルを立ち上げて、ております。ぜひそっちの応援もお願いします。毎日19時に1本動画投稿します。URL を説明文に載っけてるんで、ぜひ1本でも再生していただいて、高評価、チャンネル登録いただけると大変助かります。で、過去のアニメのリアクションは再生リストに作品別にまとめてるんで、こちらもチェックしてみてください。以上、アニメリアクション職人ことマジ大道芸人浜田でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、失礼します。